さあ、じゃあ早速ね、試し履きコーナー行きたいと思います。野田さん、引き続きすいません、よろしくお願いします。今日はこの5足試し履きさせていただきます。はい、ミドルというか真ん中の、まあ、お値段帯というところなんでしょうかね。そうですね、カルチェット、はい、カルチェットですね。はい、これちょっとで、これは今度カルチェット、はい、はい、これは、お値段6500円、6500円、うん、これもコスパいいですね。あのお値段お安いですね。確かに、はい、でこれは、裏見てもらって、これも、外でね、土のところでもできますし、まあ、人工芝のフットサルとかでもできます、うんうんうん、でさっきの DS ライトと違うところはちょっといきますよ。おお、わかります。おお、これさっきのDS ライト SL。 おお、わかりづらいかな。うん、わかります、わかります。ここの部分ね、うん、はい、いきますよ。ビュー、本当だ、あ、めっちゃ曲がる、めっちゃ曲がる。そうです、要はこれ、まあ、あのフットサルとかでもね、使いやすいようにっていうことで、少しここの柔軟性は出してます。あ、本当だ。なので、あの中でしっかり、まあ、足も一緒に動いて、あの比較的柔軟性のある靴ということですね。だからちょっとこの、さっきの DS ライトよりは、まあ、柔らかさは感じられます。うん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 、ただ、まあ、もちろんね、ちょっと一緒に動くんで、うん、少し疲れやすいところも出るかもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっと特徴としてそういう違いがありますね。で、幅自体は DS ライトに近いワイド、高高になってますので、これもあの履きやすい一足になってますね。うん、はい、ちょっとカルチェットね、初仕入れなんです。あらら柔らかいですよ、ソールは。あ、やっぱり、うん、あの DS ライトと比べると、ちょっとカルチェット足入れさせていただきます。いただきます。なんかちょっとやっぱりアシックスで赤だと小野伸二って感じしますよねおー、はい、あ、これね、ふかふかしてる。あ、これ、あの、違い分かります？違います、全然違います。これはこれですごい、うんうんうん、この本当に実際お店で履き比べてほしい。いや、本当にお店、うん、お店に来て履かないとわからない。わからないですね、うん、あ、これ、うわ、これちょっと野田さんやばいっす、うん、うわ、はい。DS ライトはこの終端のところはこうやって、あのこっちはこうやってメッシュになってるんですよね。うんうんうん、うん、でこっちはこういうふうに、まあ、詰まった感じになってるんですけど、まあ、やっぱり通気性をよく、まあ、軽量感もありますしね、うんうん、通気性もありますしね、うん、でこっちはなんでこういうのになってるかというと、基本的にはあの外で使うのがメインで作ってますから、やっぱ砂ぼこりとかが入らないようにしてるんですよね、うん、でこっちはどっちかというとやっぱ基本的には人工芝からの流れで作ってますから、やっぱりまあ軽量感だったりとか、そういうね、通気性っていうのを考えてる、ちょっとこういうメッシュが多く使うことが多いんですよね。まあちょっと外で使うと少し砂とかがね入りやすいこともありますけど、まあでももう今あんまり気にしないで使っちゃう方多いんです、うんうんうん、まあ、一応ちょっとそういう違いもありますね。いいですね、使う目的のコンディションによってね、そうですね、違ってるんですね。うわ、めっちゃ、あ、でもね、これ DS ライトはどっちかっていうとかかとのさっきのご紹介したホールド感というかフィット感がすごく良かったんですけど、逆にカルチェット今ご説明いただいたみたいに、ここの前の部分のフィット感がめちゃめちゃいいですね。ふかふかしてる、なんかウルトレッタに近い、入れた時の、はい、こうフォームが、まあ、多分入ってないと思うんですけど、めちゃめちゃここら辺の当たり具合とかが全くなく気持ちいいですね。おー、ちょっとじゃあこれ立って、はい、ソールのね、ちょっと柔らかさを、はい、試させていただいて、あ、やっぱり DS ライト違いますね。そうです、そうです、うん、あのさっき一番最初にご紹介したルースにちょっと近い屈曲感がありますね。あ、でもしっかりとこう斜めのこういうダッシュする時の母子球のとこに当たってくれたりとか、しっかりこうホールドしてくれるし、多分これ足裏とかもやりやすそうですね。そうですね。ああ、これ、あ、本当ね、伝わらないな、きっとなあのストレスがないです。ワイドもっていうのもあるし、ね、うん、なんか変なとこ当たっちゃうんですよね。そうですね、トレシューって結構これがないわ。ああ、最近の靴ね、結構このハイカットとかが多かったんですけど、まあ、ここはもうオーソドックスなこの終端がね
ガバッて開くタイプなんで、もうこれも履きやすい一つのね、パーツですよね、確かに。これね、トレシューでハイカットってね、僕も何回か履いたんですけど、やっぱりローカットがいいなと思っちゃうんですよね。でね、このね、ほんとね、中端のね、ここの厚みはすごい大事。あー、あーでもこれほんと、これもほんとザ・アシックスですね。めっちゃいいです、これ。カルチェット。そうなんですよ。お値段以上。お値段以上ですね。そうですね。ほんとに。ほんとにお値段以上。めっちゃいいっすね。レッツマジかー。してもらったら嬉しいなっていうのが僕すごい大事で、自分がお客さんだったらこういうのしてもらったら嬉しいなっていうのが僕すごい大事で、ギャラリーツ来てねー、渋谷店だよ。ここからだの YouTube チャンネルでは自分たちのサッカーの試合や練習の様子を収録したここからだエンジョイフットボールクラブ YouTube チャンネル、ここからだの酒場ではサッカーバラエティ番組目指して、これからもいろいろなコンテンツ番組をお届けしてまいります。どうぞお楽しみに、チャンネル登録よろしくね。ここからだエンジョイフットボールクラブでは週末に一緒に輝いてくれる仲間たちを募集しています。詳しくは概要欄ホームページからお問い合わせください。週末に一緒に輝きまーしょう。週末に輝くぜ、俺たちはここからだ。